続いてはメディアアーティストの鈴木康博さんです鈴木さんは昨年2月から3月にかけてアメリカカンボジアドイツアイスランドでご活動されましたそれでは鈴木さんよろしくお願いします 皆さんこんこにちちは鈴木ですちょっとたししました時間がないのにあの今回、えー、僕は、えー、アメリカとカンボジアと、えー、ドイツそしてアイスランドに行ってきましたであの僕自身はあの基本的に生まれ育った近所、まあ、そこから飛び出して東京に出てきてしまったことがあの作家になった一つのきっかけだったんですけどもともと近所の中で発見をして死んでいきたいと思ってた気がします。 でそういう中でこう飛び出すことによって,見,て見るはずがなかったものを見るという、まあ、そういう経験をしていると思っています。でこれはの空気の人という作品なんですけどこれが一体何なのかっていうのが正直分からずもう十何年も経ってしまったんですけど、あのー、もしかしたらこれが僕なんじゃないかっていうことに今回の旅で気づきました。でここれれが僕ののの分身となって、て空気の人を連れていくために、 あの僕がいるぐらいな感じで旅をしようというふうに思って行ってまいりました。ちなみに今さっき吹き込んだのはここの、えー、今の空気を入れたんですけど、なので皆さんが吐いた空気もちょっと入っているという、まあそういったあの科学的に見るといろんな面白いこともありますけど、よろしくお願いします。ちょっとお預けします。<laughs> えっと近所の地球のあそうですねやっぱ扱いがちょっとちょっと難しいです,すみません。あちょっと釣り竿を畳んだ方がいいですね。 近所の地球の旅身近なものの見方を介したミクロな文化交流ということで、えー、まあこれは正直ここからが出発点だなと思ったのがあの、まあ、この旅のゴールといいますか本当にあの、まあ、人を巻き込むことは嫌いではないですしあの今までも作品を通し活動を通してやってきたんですが実はあまりあの得意ではないというところがあって、まあ、そういう。 なんでしょう,うまくいかないところというんですかねで、まあ、ミクロって言っとけば、まあ、少しは文化交流したかなっていうふうにもともと僕の活動は NHK のデジタルスタジアムという番組で2001年に発表したこの作品がきっかけですでグローブジャングルという皆さんよく知ってると思うんですねあの地球の形をした遊具ですこの遊具で遊ん,だ遊んでいる子どもたちをビデオカメラで撮影して とだんだん撮影もしづらくなってきたんですけどあの盗撮みたいな感じで、ね、やらないと成立しなくなってしまったんですね、まあ、そういう公園の空間もだいぶ変容してしまったと思うんですがあの子どもたちを、えー、撮影した映像を夜あの家族とか子どもたちみんなを集めて見るという、まあ、そういう上映会をあの番組の企画の中でやったんですねで、まあ、この作品がきっかけで僕はあの無理やりこう作家になっていったところがありまして あのまあ、就職活動もしてなかったので他にやることも他になかったんですけど、えっとまあ、たまたまそのある一からものを作るのではなくてもともとあるものを使って作品を作るということをあの作家としてのこう原体験としてあったことがとても重要だなと思ってます。でたまたまそれが地球の形をしていたという、まあ、たまたまからどうかも分からなくなってきたんですが、まあ、そういったそのみんなが共有しているものを、えー、見直す機会を作るっていうことが あの大きく言えば僕の活動だなっていう,ふうに思ってますで地球儀初めて地球上に生まれた時ってどんな感じだったのかなとか、まあ、そういうことを考えるようなことを作品を作りながらしてきました自分自身の地球に映った影を見てなんか特別に思えたり、まあ、そういった瞬間が自分にも生まれましたそれから「りんごのけん玉」という作品なんですけどこれはあの僕自身がまあけん玉と中学校の頃出会ってそれからの付き合いで生まれたものなんですけど地球の引力 けん、ね、玉をしている人って地球の引力について話す人はいないんですけどあの僕はどうしても気になってしまってその地球の引力についてこう考えるための道具でありあるいはこう地球とのつながりを確認するための道具である玩具であるっていうことに気づきましたそれででリンゴの形に変えてみたんですねでそこでニュートンも「あのリンゴから」っていう話がすぐに連想されると思うんですけれども、まあ、そういったもともとみんなが知っていて日本にあるものでそのもの 魅力についてまた別の側面からあのみんなに実はこう,こういうことなんじゃないかっいうことを話すのが楽しくてあの見つけたらそれを人に話,しては話せずにはいられないという、まあ、そういった性格がだんだんと芽生えてきましたでこれはあの文化交流誌から帰ってきてまたオーストリアに行った時にやったものなんですけどりんごのけん玉を体験してもらう方法を考えましたりんごの木になってもらうんですねこ苗木ですね で、どうするかというと僕もスズキというので木の一種なんですけど、あのー、木になるんですで、これ長ければ長いほど本当はいいんです1年とかずーっと木になってそれで刺すっていうでそれを待てば待つほど価値が上がるんですけど成功した時に失敗するともう最悪っていう、まあ、こういった地球の引力を利用した最小限のシンプルな技体験をしてもらったんですねみんな木になって結構みんなハマりました これれがが今までででで一番若いすすね将来が楽しみですそれから最近あもう、えーと、2004年からやっているプロジェクトでこれは昨年末に隅田川を開いた時の様子なんですけどファスナーの船という作品です。で、ファスナーというものは日本の YKK という会社がとても知られていると思うんですけどあのー、1年間に世界を参周しているらしいんですね、ファスナーの距離がなのであながちこう世界,を世界を開くというふうに言っているわけなんですけど。 これは瀬戸内国際芸術祭でやった時の様子なんですけど初めてこう海を開くということが実現しまして、あのー、ズボンについてるファスナーとは比べものならないサイズとも思いきや、まあ、地球規模で見たら小さなファスナーなんですね。で地球を開くということを、あのー、言葉にするのは簡単でこうフレーズにしてきたんですが、まあ、それが本当に地球を開いたら。 あのか地球に穴が開いちゃったりとかするの大変なんですけどたと、まあ、えの世界でもあるんですけどこの地球を開くってどういうことなのかなっていうことをあのこう言葉にしながらこう考えてきた気がします。で僕自身ができるのは、まあ、人作品作りに人を巻き込みはするものの何でしょう,こうみんなが知っている感覚というんですかね子どもの頃から自分自身が物の,のと付き合ってきたその 過去をもう一度こう思い出すようなその身近なものから世界の景色というんですかね日常の景色が変わるようなこうささやかなこう瞬間を作るってことなのかなというふうに思いましたで今回「近所の地球の旅」ということで、えー、あまりこう海外に行くのが好きじゃないと言いつつ4あの5箇所も選んでしまったんですけど あのまあ、とはいえあのニーズ調査の結果でその僕,に興味僕の活動に興味を持ってくださる方からのリアクションをもとにあの行きましたでまずニューヨークに行きましたニューヨークは全くニーズはなかったんですけどあの僕自身が、えーま、現代アートというか美術の文脈で作品を発表し始めるきっかけになったのがあのニューヨークで展示をしたことが大きかったので。 えー、もう一度行ってみたいなと思って選びましたで、えー、っとニューヨークではニューヨークをテーマにしたワークショップを開催、えー、を計画しましたニューヨークという言葉から連想する色の色鉛筆を一本持ってきてもらってでなぜその色鉛筆を持ってきたかという絵を一色で描くんですねでそのあ、えー、その日に出会った人と、えー、鉛筆を半分に削り落としてちょっともったいないんですけどね、あのー、もったいないお化けが出ます、あのー、貼,りけ貼り合わせて 二人の一つの言葉から生まれたその境界線というんですかね、まあ、そういうものを弾くというワークショップを計画していたんですけど多分カンナが原因かなと思うんですけど荷物がい一切届かなくてですね中止しましまた今のは東京で東京をテーマにした二族の時の様子を流したんですけど、まあ、その結果ポスター展示だけになってしまって、えー、いきなり失敗というか。 あの物を運ぶって大変だなっていう本当に衝撃なところでミスをしてしまいましてあのショックを受けましたで,もうポスターで簡単な展示自己紹介展示を総領事館のスペースでやらせていただきでもそこで、えー、と2005年にミラノで個展をした時に今はニューヨークにギャラリーを開いているギャラリストと再会することができたりとか「あのニューヨークで考え中」という漫画を描いている近藤昭乃さん 日本人としての視点でニューヨークの生活をつづっている漫画を描いている方なんですけどあのこの人の方が文化交流とし文化交流師として面白いことをしているなと勝手に思って話を聞きに行こうと思ってお会いしましたであの国際結婚をされてあのとてもあの面白いこう日本人の視点というものをこう再認識させてくれるような話をいろいろ聞きました、えー、っとそれから えー、ワークショップができなくなったことによって時間が一気に、あのー、取れまして、えー、9.11メモリアルミュージアムに足を運びました、まあ、本当にその大変な現場がそのまま残されたようなミュージアムにでそのサイトスフィフックな、あのー、環境の中で、まあ、そのミュージアムという形も含めて、あのーまあ、言葉をちょっと失うぐらいなショックを受けました、まあ、現代アートの作品かとも思うような、まあ、こういった ものもその時の鉄骨が曲がったものが残されているというそれからニューミュージアムに行ってその現代アートの最先端が見られるというらしき美術館で瀬島和夫さんが設計されたところなんですけどに行きましたまあこういった視察の機会にもなりとてもあの刺激になりましたニューミュージアムの前で写真を撮ってたらたまたま通りかかったトラックが一体化してました ここういういとは建築家は考えてないんだろうなと思いつつこういう瞬間に出会えることを僕は期待してますそれからこれは何気ないニューヨークの風景なんですけどあの逆さまにすると,えとそびえ立つビルの隙間の空がビルに見えてニューヨークの隙間から見える空までビルになってるわっていうふうにちょっと思ったりしましたこれは日本でも見えるかもしれないですけどやっぱニューヨーク独特の,あのシルエットが浮かび上がってる気がしました。 それからあのミラノで展示をしたことがあるそのギャラリーがギャラリーニューヨークで今開いているギャラリーにも訪ねてあの展示のオファーもいただきましたそれからあの僕がニューヨークで唯一展示をしたことがある PS1 というところに行って自分が過去展示をした場所を訪ねましたそのままの形で残っていてあのもう、えっと、2003年なので15年以上前なんですけどほぼそのままであの懐かしの 配、はい、濁のパイプとか、まあ、そういうものを見て帰ってきましたこれがあの当時僕が展示した作品ですちょっと時間がないなミニチュアの椅子がターンテーブルの上で回ってるんですけどあの、まあ、僕はちょっとお友さんのお話を伺っててあのリズム音痴で本当に音楽ができない人間でなんとかできないかなって思って作った作品かもしれないです椅子の影が音符に見えるという作品で えっと、椅子をの配置を変えることによって空間の音楽が流れるという、まあ、そういった映像インスタレーションなんですねえっと、音符の影が8分音符だったり16分音符だったり32分音符32分音符がどういうものなのかも知らずに単にこう椅子っていうものが音符なんじゃないかって思って作った作品ですこれを展示した場所にもう一回訪ねたりしました えー、それから空気の人はニューヨークではやらない方がいいよっていう風にアドバイスをいただいたんですけどあのセントラルパークでこっそりやりましたみんな集まってきてすごくあの素敵な家族とかにいっぱい会えて楽しかったです、えー、それから、えー、プノンペンに行きましたニューヨークからのプノンペンは真冬,、まあ、冬から真夏へみたいな感じでかなり体がショックを受けてましたもう木も普通じゃないしサインも普通じゃないし なんか本当に小さなことでも今まで見たことがないっていう感じがしてすごい楽しかったです交通も普通じゃなかったですねえー、っとプノンペン王立プノン,ン,ンペン大学で絆、えー、フェスという日本のイベントに参加させていただきました、えー、っと空気の湿度の6メートルのタイプをあの展示するとと,ともに、えー、っとワークショップを2日にわたり開催しました えっとこれはあの平の字で寝てる人っていうふうに言っていてあの大の字みたいなイメージなんですけど平の字で寝られるということはもうすでに降参している形なんですねでこれはこの姿勢で寝られるということはあのそこが安心で安心できる場所ということなのかなということを作った後にあのに考えましたえっとワークショップは見立てをテーマにしたものですプノンペンポストにも大きくなりましたザギトワには負けました ワークショップは思った以上にあのたくさんの人が参加してくださってさすが新聞に載せたからなのかもしれないんですけどあのー、えっ、ー、と見立てあ残り5分やばいこれは僕が採集あの採集した見立ての標本というものです下柱のないあがらの滝木の万歳木のスリッパ木の芽割れたベニヤの幻想的な風景雫の横顔 雲の鳥、手袋の落ち葉、枝の人、ミルク妖怪、家の横顔、パンの靴、本田株の裏の顔、<laughs> マンホール遺跡に寄り道。これマンホールなんですね、光の窓、かかとに寄り添う人たち、たくさんの目玉焼き、コーヒーの表情、 唇の歯こういった形で一瞬で、まあ、かなり今ちょっと時間がもう残り5分って出てしまったんでもう超焦ってるんですけど、あのーえー、とパッと見て一言言うと分かるっていうこの言葉の強さ怖さかもしれないんですけど、あのー、ただ日本語の言葉選びですとか写真その風景の見方っていう,こうすごく、あのー、今笑っていただいたので。 コミュニケーションっていうんですかね。こうすごく共有してるものが大きいと思うんですね。まあ、こういった感覚というのが、日本人の間では僕は結構好きで得意かなって思っていてで、それが海外でも通用するかという。まあ、そういった試みをしたんですけど、えー、っとプロあのー、クメール語に訳して訳せないものやら。いろいろこう。多分、カンボジアの人にはわからないことやら、たくさん指摘されて、もうその時点でもう行きたくなくなりましたね。で、これがあの参加者の作品ですね。雲の t シャツ。 えー、イカダのマカロン、えー、雫の叫びあ、これ僕が勝手に翻訳してるんですけど、木の馬、えー、ドレスが似合う3人姉妹、えー、影に咲く花、機関銃という、まあ、そういったものがその場で撮影して集まったのですごいなと思いました、ほぼ誰でもできるんだなってことも気づきました、まあ、タイミングは必要ですけど、で日比野勝彦さんも絆フェイスに参加していてお会いしました。 日村さんは、えー、とワールドカップアジ,アジア代表というワークショップをされていました、えー、と堀之内大使あの、会食にお招きいただいてりんごのけん玉をプレゼントしました、えー、と江崎徹さ,さんにとてもお世話になってで江崎さんから、えー、と僕は、まあ、ほぼそうです、ね、ちょっとリゾート気分になっていた自分をここでかなりショックといいますか強烈に、えー、打ちのめしされました。 まあ、トゥールスレンという、あのー、虐殺博物館というところに行った方がいいんじゃないかというふうに言われましてでここに行ったことによって普通に9.11のメモリアルミュージアムなどもそうなんですけどやはりこうその場所の,あの負の遺産というんですかね、まあ、そういった辛い歴史というのがあってそのカンボジアで僕がちょうど生まれた頃に、あのー、あったような、あのー、本当に近い過去の 歴史を体感してしまうような、えー、とあのミュージアムで音声ガイドだけでユネスコが18カ国に訳して運営してるんですけど、まあ、ここでの体験は本当忘れられなくて2日ぐらい眠れなくなってしまってあの大変なショックを受けましたでタクシーのドライバーで何度かお世話になったシュポーさん僕と同い年ぐらいなんですけどちょうどこのシュポーさんが生まれたそのえっ、ー、と クメルルージュの後に生まれた世代で,で街中にもやはりこう高齢な方もいなくて、まあ、そういうことを目の当たりにしてそのこ空気の人の見方が変わってしまったんですねこの空気の人というのは一体何なんだっていうふうにあの特に答えを出さずに来ていたんですけどあの答えは出ていないんですけれどもやはりこう重力から解放されてあの閉じ込められたその、えー、強制収容所からも逃げ出すことができるような あの一つの彫刻的な形とも言えるわけですねなんかそういうふうにも見えてきてあのこの空気の人というのはあの日本で僕がこの作品を作った理由というのはげあの具体的にあるわけなんですけど、まあ、それとは全く違ってこう日本あの人間の体の形をしているということからこう生まれる視点物の見方の違いということをすごく意識させられました、まあ、実際その。 空気の形をした人というのはあのー、人が集まってきて楽しそうなものに見えるんですけどこう見方によっては、えー、ちょっと怖いものにもこう見えてくるという、まあ、そういったことがありました、まあ、その後アンコール遺跡に、えー、行きましてアンコール・ワットやバイオン遺跡と一緒に空気の人を撮影する機会もいただきましてもう完全に観光気分ですね。 ベルリンでもまあいろんな場所で、えー、会った人にどこに空気の人を連れていくといいかなっていうとあそこがいいよとかいろんなこと言ってくれてで撮影をしてたところ日本の僕のトークイベントに参加したことがあるという人に声をかけられて、えー、記念撮影をしましたでそれから数分後にまた違う、えー、NHK の番組に出た時に観覧してたという人に声をかけられてよく気づいたねって。 思わずっったんですけど、まあ、どうう考えてても気づくわっていう世界中でこんなことしてる人は僕しかいないっていうふうにも思ったんですけどなんかベルリンに来てこんな2人に声をかけられてなんか恥ずかしいことできないなっていうふうにこう思ったりするようななんかとても不思議な気分になって緊張感出てきたなっていうなんかすごく感動しましたベルリンの壁もさっきと同じようにこう飛び越える空気の下だと飛んでいくことができるということですとか あと,、えー、とこブランデンブルグ門、えー、にいたらあのシリアの難民の活動を、ね、訴える人たちに僕たちに協力してほしいって声をかけられてこの空気の人で何かを伝えようとし,し,したかったみたいなんですけど幸い,にあの幸いにもじゃなくてな残念ながら僕は英語を話すことが全然できないので何を言ってるか分からなくて。 あのなんとなく参加したって感じ参加というか同居したみたいな、まあ、こう空気の人を持ってるとあの僕が知らない世界がこういっぱいこう周りにこう集まってくるという,こう不思議な体験を世界各地でなんかできるんじゃないかなっていうふうに思いましたポツダム広場ですねホロコーストミュージアムにも行きました時間が過ぎてそうなんですけどそれからいきなりこうアイスランドに行って えー、アイスランドは、まあ、アイスランドにもいろんな人間の歴史はあるかもしれないんですけど完全にあの地球むき出しのエリアに空気の人を連れてったという感じですで私立図書館での空気の人の展示をあのカンボジアと同じようにしました、まあ、空気の人だと、えー、その場で空気を入れれば膨らむのであの運びやすくて、まあ、今回のこう費用の中でも展示ができましたでいろんな人とコミュニケーションすることができ,とれことができました ポーランド大使の方にリンゴのけん玉を伝授したりとかですね伝授ってちょっとおこ,こがましいですけどいろんな人がお会いしましたアイスランドのマンホール遺跡を撮影したりとかです、ね、アイスランドのマンホールはかなり個性的ですでマンホールを撮影していたら何か落とし物をしたんじゃないかと思って多分声をかけてくれ心配そうに声をかけてくれたおじいさんと話してとにかく日本から来たなんて素晴らしい す晴らしいって褒めてくださってあの一人でめちゃくちゃ寒い中マンホールを取っていたのをなんかすごく励まされましたでこれはとてもなんかおしゃれに見えた、えー、旗の影ですコートと帽子がおしゃれに見えました で空気の人は今までヘリウムガスを入れて浮かすという、まあ、ヘリウムって一体何なんだって2番目に軽い気体っていうことは知ってましたけど、まあ、宇宙の起源に近い素材だっていうことも知ってましたけどあの今回はあの自分で吹き込んだ空気で膨らますということをやってあの空気の人のポータブルポータブル化に成功して、まあ、今後もこの空気の人を連れてあの海外に行く時は この空気の人を連れていくあるいはこの空気の人が、えー、僕となって旅をするということをやっていきたいなと思いましたで2011年にあもう終了しますがあの2011年に、えー、と地球を開くというイメージで作った地球儀がありますでこの地球儀を今回よく見てみたらなんとアイスランドに到着してましたレイキャビック。何も考えずに 多少考えたのか分かんないですけど、何も考えずに作ったはずなのに行くはずもなかったレイキャビックに到着してたというのが不思議だなと思ってどうやらその僕自身は何も考えていないようで何かを計画しているようなのであの今後もそれをこう追いかけるようにこう活動していきたいなと思いましたそれからやはり今回感じたのは地球を開くだけではなくて人をつなげるっていうファスナーのもう一つの え魅力というんですかねなんかそういうことにこう気づいていたわけなんですけどなんかそれを、あのー、自分自身がそれを媒介しないといえばできないことだなということを改めて気づかされましたそして、あのー、日本文化をあるいは世界の文化を、えー、インテリアというんですかね中に積み込んだ巨大ファスナーの船でこう世界を開くということをやってみたいなっていうふうに改めて思いましたちょっと時間が長くなってしまいまして申し訳ございませんありがとうございました どうもありがとうございましたここからは私が少しお話を伺いたいと思います、はい、今日は生の空気の人に会えてすごく嬉しかったですちょっと小さいタイプなんですね,ね<え>はい。あうやって空気の人と一緒に今回いろいろ旅をされて、はい、文化交流いかがでしたかそうですねやはり基本的に不安であの日本で展示をするだけでも色々、はいろいろ気配りというんですかね <laughs> 忘れ物しないようにとか。そこですか。そうですね。はい。<laughs> じゃあ忘れ物の方も含めて、まあ普段あまり外を出ないとおっしゃっていましたね <laughs>。外は出ますけれども。あね、<laughs> まあ海外まではそこまで行かれる方か。そうですね。あまり自分から行きたいと思ったことはないんですね。へえ<ー>。はい、それがあの今回まあ文化交流使というお話を受けた時にどんな気持ちでしたか。はい、うんどうしようかなと思いましたね。<で>本当に自分は行けるのかなと思ったんですけど。 もうう行くしかないないいっていうやっぱりその僕自身は日本に行って近所で何か発見をしたいって思っていても、はい、作品が勝手に出ていこうとするというところがあってやっぱりそういったことを僕が手伝いをしないといけないかなって作品の。 そうですね、はい、空気の人も今回いろいろ旅をしていきましたが、はい、本当に鈴木さんの作品をこう見ているとあアートってもう余白だらけで、まあ、メッセージは受け取る方がもう決めていいんだなっていうのを本当に感じられましたが今回、りんごのけん玉、はい、そして空気の人を持っていかれて、はい、現地の方たちはどんな反応されてましたかもう本当に日本の人と変われないように身近なものっていうふうにも あの捉えてくれるんですけどやっぱりあの僕がさらにその自分が発見したことを、はい、自分の言葉で英語で伝えないといけないんだなということをすごい感じましたね日本だともう、はい、ちょっと一言二言言うだけでそれがなくて<ー>やっぱりこう一から説明をきちんとしていって、はい、自分の言葉で英語を使って話さないといけないんだなということを思い知って。 落落ちち込込みました <laughs> 落ち込んで書いてはいはいでもあの鈴木さんの作品をこう見ているとちょっとユーモアも混じってるので日本人のこう笑い心も一緒にまあ交流してこられたのかなと感じましたがそそうういったたところは通じましかですねあのやっぱりこう笑いっていうのはその場所でみんながよく知っていることを何て言うんですかね飛び越えるというか。 なんか飛躍する瞬間に生まれるんだなってことを感じてやっぱり笑いの壺はなかなか僕の英語力もなくて通じなかったんですよ、はい、<laughs> あのさっきあのリンゴのけん玉を持ってる皆さんのこう写真を見て、はい、割とやらされてる感があったんですけれどもいやいやあれ自分たちでみんなであ、予で通じましたかそうですね、はい、あリンゴのけん玉に関しては笑いは通じましたね、はい、あ,あのむしろ勝手に自分で見つけちゃって そう何が面白いのって聞きに行った感じで。あ、はい、じゃあ自らもうそうですね。気にな,、はいはい、なる方が、はい、なので僕がいなくても大丈夫そうですね。はい、<laughs> じゃあ,あのリンゴのけん玉も一人立ち <laughs> できたわけですね。はい、あの鈴木さんの話を伺っていると割と地球規模で物事を考えていらっしゃるじゃないですか。あのジッパーの船で、はいはい、あのまあ。 地球をそうですねそこからまた日本人の気持ちを世界にこう伝えていくっていうのは今回の、はい、活動を通してどうう感じられましたかそうですね、まあ、ちょっと日本人はあんまりこう客観的に見たことがなくて、はい、でもやっぱりそのちょっとしたことでえー、そういうことなんだみたいなちょっと今でも今もすべてこう解説できないんですけど <laughs> やっぱり感じたことが多くて。はいえーはい なんかそれは僕の中ではすごくこう化学反応というか変化が起きている感じがして、はいはい、あとはやはりその文化交流誌から帰ってきてからその海外でのこう展示の機会が増えて、はい、それまではなんかちょっと行くのやだなみたいな感じだったんですけどあ行こうかなみたいなな <laughs> なんんかかかちょっとやっとと変わってきたというなんかじゃあそういった気持ちをこれから鈴木さんは作品としてきっと創作されて、はいくと。 はい、また私たちそれを楽しみにしています。どうもありがとうございました。あり,すありがとうございました。